奥、チャウス山は、長野県飯田市と下稲郡大鹿村にまたがる、赤石山脈の標高2474メートルの山。山頂には二等三角点が設置されていて、山頂部は大鹿村に位置する。山域が白びそ、米津川などの赤山対信用樹林の国有林となっている。山域は南アルプス国立公園の指定区域外である。日本山岳会により、 日本三百名山の一つに選定されている。別称が上区山中山日向。江戸時代には木樽崎山と呼ばれていた。北六の鎌沢では東斜面に朝日が当たらず、昼頃に日が当たる頃からお昼山と呼ばれている。1343年から約30年、五醍醐天皇の宗永親王が北山六の大河原城に滞在した。 麓から林道が、頂上近くまで伸びるにつれて、国有林の伐採が進み、日本自家などが生息している。伊勢湾台風により、倒木の被害を受けたが、天然更新が進み、樹林下では、オサバグサ、マイズル草、コケ類などが自生している。二つのルートの登山道が開設されている。山頂は樹林に囲まれ展望は効かないが、北側斜面を少し下ったあたりは、 伐採されているため、南アルプス、中央アルプスを望むことができる。従来は、青木林道入り口のゲートから、長い林道を歩きをするルートしかなかったが、2006年に、言い出しが、白び峠からお熱帯の登山道を開設したため、時間短縮できるようになった。この登山道は、途中の小高山までは、道があったが、小高山から奥茶臼山までを新たに整備したものである。 付近に山小屋はないが、白曹峠登山口の南に、ハイランド白曹がある。登山経路は、青木林道ゲート林道終点奥チャウス山。全チャウス山と奥、チャウス山の間には木材を伐採した土地からは、南アルプス北部、北アルプス、中央アルプス、市を磨く、赤石だけなどを望むことができる。 登山口の白曹峠から望む南アルプスの山並み登山経路は、白曹峠、前尾鉱山小高山から奥、小高山岩本山から奥茶臼山。前尾鉱山周辺では、小売系層の将軍落が見られ、白曹、陶飛、米津賀などの新葉樹林の床下,下には、御前立花、破れ傘、苔類が見られる。小高山は、を代表する花として、 田中墨絵により、新、花の百名山の一つに選定されている。山頂の北東3 6キロメートルの小渋川右岸の山麓に小渋温泉がある。東方の西武から望む奥茶臼山周辺の山並み手前に小兎岳、中西丸山、大沢岳、その背後に中央アルプスと北アルプス赤石山脈の主猟線の大沢岳から西北西に伸びる塩根城にあり、 その最高峰である。北北西2 0キロメートルには、全茶臼山があり、青田山を経て、北西三陸の大河原へ、茶臼山海が伸びる。山頂から南西へは小高山、白曹峠、小池山などを経て、長い小高尾根。西側には、天竜川を挟んで、稲山地が退治している。から望む小高尾のハイランド白と、白峠、その背後に、 稲山地、西洋に、中央アルプスのエナ山天竜川水系の以下の河川の源流となる山で太平洋へと流れる。西山6の青木川沿いには国道152号が通り、そこから青木川上流部の北又上流部に林道が付設されている。また、北六の大河原からは前茶臼山上部まで林道が付設されている。ありがとうございます。